はい、それでは本日もこちらをやっていきましょう。プレイしながらロットナンバー見るのが無理でしたんで、ロットナンバー全部前回買いました。で、ハイブーメランとメガブーメラン、ハイブーメランは交換に必要なんで、うちに帰ろう、明日が楽しみだね。ようこそ明日なんだ。私はこのショップのインフォメーションプログラムです。何か聞きたいことはありますか？依頼掲示板が、あ、レントさんいらっしゃいませす。明日ランドにようこそす。なんだろう。日暮れやと明日。値段は多分同じ設定なんだろうけれども。明日がやってる方がなんか、イメージ的にちゃんとしてるなっていう感じ。朝起こされそうに残されそうなことになったけど。で、ネットの部屋に寝て、報告します。セントラルエリア1,2,3以上ありませんでした。ここ最初とは襲撃事件が起こっていないが、そりゃ我々の日々のパトロールが功を奏したのかと。それもあるかもしれん。しかし静かすぎる。こういう時は何かが起きるものだ。こんな考えすぎでは。ああ嵐の前の静けさでなければよいのだ。さーて、そろそろワクワク電脳ダンスショーを見にゼントラリアさんに向かうか。ネット君、ウキウキ電脳ダンスショーだよ。なんか、ウキウキ電脳ダンスショーを見に出発だぜ。とりあえず、電気をダン。ママ、どうしたの？お客様は誰だろう。ママ、お客さんって？あ、帰っちゃったの？なんで、どんな人だったの？はい、ミスター。ああ、ふかふかのソファだ。昨日は研究が長引いて徹夜だったが、今日は早めに切り上げてきたんだ。さて、ちょっと横になるか。どうしたの、アリス。まさか家に来るのかと思ってなかったからびっくりしたぜ。で、何の用事？俺、これから友達とインターネットする約束してるんだけど。あ、そうだ、アリスも一緒にインターネットに行かない？ダメ、何が？あ、悪いのか？ねえ、とか、オート電話だ。小次郎くんからだよ。小次郎、ありあり、待たしちゃったな。そら別にいいけど、早くセントラルエリア3に来いよ。結構盛り上がってるぜ。何か出てきたぞ。なんか始まるみたいだぜ。へっへー、でーしいや、楽しい踊りだな。ヘンテコリンな踊りなのになんか気付けられんな。体の力が入らなくなってきたぜ。力が入らない？何分かったふりしてんだよ。お前にダンスが理解できるってのか？おいだと聞こえるか？早く来いよ。今ナビがダンスを披露してんだ。結構面白いぜ。マジで俺も痛いぜ。早く来ないと待ちまうぜ。
なんだこれ、なんでこんな人声が減ってるんだ。こちらの力が。一体どうなったんだ。おい返事しろ。どうしたこちら、何があった。なんだ、何が来るんだ。目を覚ませ電動じゃ。なんて力だ、こっちが引っ張られる。フルパワー。なるほど。ちょっと待った。まさか電脳銃などただの伝説に過ぎないと思っていたが、ネットポリス、それもネット機動隊パートナーのスペシャリストか。厄介な奴らが来たもんな。倒れていたナビは全員ブラグアウトさせました。電脳銃どうするつもりだ。グレイガだと逆のこいつが残った状態だったけど、ファルザーだと反対の方が吸い込まれるってわけか。インターネットとんでもないことが起こってるみたいな。ロックマン、こちらのナビが、インターネットが大変なことになってるんだ。俺行かなきゃならないんだ。危険なのは分かってる。だけど仲間がピンチなんだ。だから俺は行く。心配してくれてありがとうな。行くぞロックマン。こちらネットポリです。ただいまインターネットで事件が発生しています。大変危険な状況ですので、プラグインはしないでください。現在プラグイン中の方は直ちにプラグアウトしてください。なるほど。わかりました。ではネットポリスにも注意を呼びかけ、一般のプラグインを規制しなければなりませんね。噂に聞いたんだけど、サイバーシティじゃ万博に向けてのイベントがいろいろあるらしいじゃないか。マジで羨ましいぞ。秋からそれもなんか面白いイベントやってくんねえかな。これわからないけど進むしかないよ。行こうネット君。ああけどセントラリーリアさんには何がいるんだ。
動かない。全然違う。反応がない。倒れてるナビに。これは、ロクマシリーズを約、エグゼシリーズを約束の。下に避けりゃもっと少ないダメージだったのに。反応がない。
すげえな。返事がない。これは、まさかこいつが敵に書いてあったデスゾンデモンジが、凄まじいパワーだ。向かい合ってるだけで押しつぶされてしまいそうだよ。そうなの、あれは伝説じゃなかったのか。もし伝説の通りなら、こんな奴が暴れ出したらネットワークがめちゃくちゃだ。オペレートお願い。任せろ、バトルオペレーションセット。デモンジを倒すことができるんだ。パパ、どうしたネット。デモンジの倒し方教えてよ。お前デモンジ見たのか。ダメだ、今回は荷が重すぎる。それにすでにネットポリスが動き出してる。お前やロックマンが出る幕はないんだ。デモンジのことは大人に任せておく。決して電脳銃に近づこうなんて考えるんじゃないぞ。パパ、どうなってもよかった。しかし電脳銃はそれほど危険な相手なんだ。分かってくれ。とにかく今パパの言うことを聞いておとなしくしていてくれ。天皇城を倒すことができるんだ。あんな奴をいつまでものさばらせておくわけにはいかないぞ。エト君静かに。どうしたんだ、何か聞こえるよ。しかしその方法は何度も。ですが、パパの声だ。別の科学者さんとの話し合いだな。サイバーシティの科学所に保存されている研究データによれば、2台の電脳銃はインターネットの嫌ごと隔離されたとあります。いいですか、あの電脳銃を再び封印するには、インターネットのエリアに匹敵する大容量の器が必要なんです。なんですって、電脳銃をナビの体に、そんなバカな。いいですか、電脳銃をナビに封印するということは、ナビの体中に強引に電脳銃をインストールするということです。ナビにそんなことをしたら、容量オーバーでパンクしてしまいますよ。考えられるとすれば、そのナビが上記を逸する巨大なメモリ容量を持っている。巨大なメモリ容量、まさか。とにかく、緊急に探査本部を設立してください。はい、後ほど伺います。失礼します。今回の事件の犯人と見られるナビに、例のプログラムが組み込まれているようなんだ。12年前、幼くしてこの世を去ったサイトの遺伝子情報をロックマンに組み込むために開発したメモリ拡大プログラム、エクサメモリがね。いや、検視長に渡したものは、仮に悪意のある人間の手に渡っても悪用できないように、厳重にプロテクトをかけてあるし、そもそもネットワークサーバー専用に作ったものだから、ナムに組み込めないはずだ。それにもし仮に何らかの技術で大きなメモリ容量を持ったナビがいたと仮定して、電脳銃を吸収できたとしても、やがて電脳銃の力に体と心が侵され、消滅してしまうだろう。犯人のナビもただでは済まないだろう。とにかく、現段階で電脳銃を何とか連れてたでは、ない。パパもお手上げか。何かいい方法ないのか。エト君、インターネットに行こう。電脳銃を倒してたかで、手立てが今はない以上、少しでも電脳銃を足止めして、被害の拡大食い止めなきゃ。けど、何の手立てもないまま電脳銃に立ち向かっても、だけど今はそんなこと言ってる場合じゃないよ。
セントラリア3人行こう。プラグインお願い。わかった。一刻を争う時代だからな。けど、絶対無駄するなよ。やばくなったらすぐ逃げるんだ。わかってる。さ、早くプラグインお願い。私はネットポリスなんだ。デノージョが現れたエイリアンズ調査に来たんだ。デノージョと共にアンダーグラウンドから解き放たれた悪霊と激しく渦巻く正気が道を塞いでいるから先に進めないんだ。大丈夫ですか？デノージョの力に触れすぎたような体中に痛みを感じる。しかし先に進まねば。デノージョを止めなければ。行きます。無茶な。デリートさえに行くようなものだ。大丈夫、僕に任せて。君は分かった。なんでだろうな、君の目からとても強い力を感じる。君なら電脳寺を何とかしてくれそうだ。君にこれを電脳寺への道を阻む電脳の悪霊を倒すための武器だ。ソウルナイフ、ソウルソード、ソウルアクス、ソウルガー、これを君の体に組み込む。今君に組み込んだ武器はそれぞれ攻撃範囲が違う。悪霊の並び順をよく見て使う武器を使い分けて進むんだ。 A ボタンを押した後十字ボタンで武器を選ぶことができる。悪霊は3種類。悪霊は攻撃を当てるごとに青、黄、赤と色が変化する。赤い状態で攻撃すれば悪霊を倒すことができる。それと悪霊を背後から攻撃すれば色に関係なく一撃で倒すことができる。あと攻撃した時に悪霊を倒せなかった場合、近くにいる悪霊から反撃を受けてしまうから気をつけるんだ。頼んだぞ。ヌービーは悪霊。うわ、後ろからだから、他にはいないよな。で、あとは。見て、ナント君。道を塞いでいた闇の正気が晴れていくよ。ネットポリスの方ですか？君はどうやってここまで？セントラリア1でソウルウェポンをもらいました。デノージは僕に任せて。奴がシーザイドエリアの方に向かっているとの情報が入った。早くデノージを止めないと。君に私のソウルウェポンを預けてもいいか？すまない、頼んだぞ。まあとりあえずパズル的な要素だな。あー、そっか。まあ反撃食らうのはしょうがねえや。
多分あれ以上さっきのやつを消したる方法はない。どっちで撃破するのがいい？あとはこいつだけか。ドアがいても一個残すのが精一杯だな。ポリスの方ですね。天王寺は僕に任せてください。わかった、急がないと。天王寺シーサイドエリアに、シーサイドエリアがやられると調整システムが破壊され、現実世界の水が汚染されしまう。もしそうなれば人間の生活は大きな打撃を受けず、私はそれを受け取ってくれ。電の字を止めてくれ。じゃあとりあえずこの間に投げそっち。この黄色は一撃で倒せるようになる。んで、この位置かな。このノミかと思いきや、じゃあついでにこの青をやられてくれ。であとはワイドでもロングでもいいや。これはどう見てもあ
じゃ、もう、ダメージの少ない方でいっか。道を塞いだ闇の正気が晴れていくよ。もう2個ゲットできたわ。こっち側になくてよかった。じゃんけん。攻撃範囲は狭くなったが、相変わらずめっちゃ使えることに変わりやね。まで移動していたのか。ストックマン、距離を取りながら攻撃だ。近づきすぎるとさっきみたいにやられちまうからな。どうしたロックマン、もっと距離を取れて。ロックマン、どうしたんだよ。早く距離を取れ。さっきパパが言ってたよね、僕の体にはパパの作ったエクサメモリーが入ってるって。ちょっと待って、それってもしかして、どうしよう、僕の体に閉じ込める。なんてこと言い出すなよ。そんな無茶なことやめてくれよ。デノジの体はまだ形の定まらない不安定な状態だ。デノジを封印するチャンスは今しかないんだ。ダメだロックマン。待つんだロックマン。いや、サイド、私はそのことをさせるためにお前に草メモリーを組み込んだんじゃない。パパ、確かにお前のメモリ容量なら電脳値を吸収することも理論的には可能だ。しかしその後どうする。私にまたお前を失う悲しみは当たりというのか。そうだよサイド兄さん、兄さんがいなくなったら俺、エント君、パパありがとう。そう言ってくれるだけでナビとしてでもみんなの家族としても生きることができて本当に良かったって思えるよ。そうか、さよなら、ネト君。デノジュ、インストール開始。ね、ギャー、サイド2だ。おい、やめるんだ。中で暴れているんだ。一命は取り留めたとはいえ、この状態が続けばやがてはパパ、まさかパパの話がお前たちに聞こえているとは思わなかったよ。この選挙なら後でたっぷり受けるから、奥間助けて。残念だが
今のノックマンには手の施しようがない。手の銃の力が強すぎるんだ。今下手にプログラムを解析しようとすればノックマンは消えてしまう。そんな、けどこのまま何もしなくたってノックマンは。すまん、ネット。メル、ハイリスからだ。インターネットをシーサイドエリアさんに癒しの水と呼ばれる火を回復させる電脳銃が湧いている。その水を使えば電脳銃を弱らせることができるかもしれない。癒しの水だって。けどなぜアイリスが。今そのことはどうでもいい。パパ、なんとかなるかもしれないよ。俺シーサイドエリアに行ってくる。待つな、ネット。今インターネットは電脳銃の放った初期が蔓延して、電脳銃の悪霊ともいえる悪意を持ったプログラムが暴れ回ってる。それに涙してどうやってシーサードエリアさんまで行くつもりだ。大丈夫、俺心当たりがあるから。パパはロックマンのことよろしく。それじゃあ行ってきます。待ってるくれよロックマン。あ、そっか。俺のナビはだ、なんとか大丈夫だったけど、そっちは大丈夫だったのか。こっちからあれ、こっちに受信されるんだ。インターネットで大変な騒ぎがあったみたいですけど、ネットさん大丈夫っすか。例の女が立ってたの、この辺りですよね。まあ、こういう時は。何、ロックマンが。いいとこを使うよ。いいとこお前のリンク涙を遠慮するな。こういうことね。頼むヒートマン、俺に力を貸してくれ。ファイヤーパンチ。で、ソウルウェポンのやつがこっちの方にも出ています。シーサイドエリアに。もしこの先に進みたいというならこれを持ってきなさい。今の私では扱えない。気をつけてな。で、これと同じさっきのやるというパターンですね。ここでは後ろには行けないんで、まあここをソードで攻撃して、青いやつは後ろに回り込めないかな、今の置き方で。ねえ、こっちに行くには一回ここで移動して、これでいいわけか。じゃ別にそのまんまでいいわ。で、こらこう、で、こっちはそういう置き方。じゃあ後ろから攻撃する。
今後ろからで攻撃が可能なのはね、下にはさっきのやつら以外にはいない。あとは日の剣の ちゃんと回心したっていうのが見れてよかったなあ。どちらにしても一回行こう。見ろ光だと、道を塞いでいた闇の装備が晴れていくぜ。まあ、2個残っただけでもよしとするか。なるほどね。気をつけろよ。これを駆除してくれ。駆除というのかこの場合。それで半通らしてくれるってなら、あった。どこだったかな。両方とも後ろ向きだからこれで一気に撃破できる。今度はこっちか。どちらにしてもさっきの通りを通っていかなきゃ無理だわ。一撃で倒せる位置にはいねえな。戻ってきちまったい。じゃあ今日はここまでにしておきたいと思いますと。ちょっとしたパズル要素がありますな。では失礼します。